1時間ね、全身やって4000円で行くやつ。行く？行かないんだ。あ、そう。演技してないです。関さんのあれずっとの投げるんですよ、今。時間？あ、わかりました。ありがとうございます。はい、そうだよね。仕事だもんね。おっす。ありがとうございました。どういうのがいい？ラオ。いや、わからんす。もう、操り人形にしか見えんもんね。操り人形をどうやって操ってくれるんかなと思って、それが楽しみなだけですね。よし。お願いします。ラオ。はい。なんで外で芝居つけてくるの？どういうこと？何をやらそうとしてるの？よし、やるか。何を伝えてきたかが、まあ、楽しみですけど、シチュエーションはどんなシチュエーションなんですか？考えてない。ノープラン。ノープランで。ノープラン。もうノープラン。ノープランで芝居やってみようか。はい。はい、どうぞ、ラオさん。え、お座りください。あ、こっち。あ、こっち。で、今日のご用件は融資ということでよろしい？あ、なるほど。何か身分証になるものとかってお持ちですか？あ、はい、はい。ラオウさん、ラオウ、ラーメンじゃなくて無口ですね。あ、ご所望の金額は40万円でよろしい？はい、わかりました。ちょっと今審査のをしますので、ちょっとお待ちください。はい、すいません。あ、どうも、審査の方終わりまして。ですね、ラオウさんの場合ですと、日本に滞在の履歴がちょっと短すぎるということで、審査の方で40万円ご希望だったんですけど、20万円まででしたら、なんとか、20万円だ。どうしても40万。じゃあ、利息の方を 0.2% にしますので。ダメですか？ダメ。てか、無口ですね。なるほど。これをどうまとめていいのか、僕も困るぐらい、大変だね。大変だね。大変だ。大変だ。どうしようかな、これ。どこにオチをつけるか、ノープランで言って俺が悪いんだよな、これ。難しいですね。いや、何で合図しとったんですか、うんと、いいえは。目とか。あ、目で。何で合図しとんかだけすごい気になって探っとったんですけど、わからんかったもんね。目をこう、ちょっと細めたりとか。無言のお芝居でしたけど。無言の、なんか面白かったですか。おっす、ありがとうございました。おっす、ありがとうございます。楽しく撮影できたかなと思います。何も喋ってないですけど、すみません。言葉なしは、はい、僕だけだと思うんで、皆さん頑張ってください。軽く自己紹介お願いします。はい、現在名古屋で中心に、名古屋中心にモデルタレント活動をしてます。24歳、ビアンカです。もっとないの？もっとなんか事故。あります、はいはいはい。日本とブラジルの奇跡のハーフタレントです。お願いします。よろしく。得意な演技、ヤンキー、柄の悪い人。そうですね。すが。口悪いってめっちゃ言われるんで。なるほど。見てわかる。で、苦手だと思う演技、恋愛系。はい、ちょっとたっぷりと逆にすいません、ちなみに誰のでしょうかね。お前がやってもいいしな。あ、ちょっとなんで NG やの。 NG 了解です。よろしくお願いします。お願いします。で、続きまして稲垣みのるさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。また怪しい怪しいというか、だって見て好きな作品日本統一。ああ、ほら来た。来ましたね。南の帝王、ほら来た。湘南爆走族、俺のデビューじゃん。得意だと思う演技ってこういうこと言う人いないの。鉄砲だもん。やったことあるんだよ。同じく苦手だと思う演技、恋愛系。恋愛系。でもかっこいいこと言うじゃん。
僕と出会ってよかったと思われる存在になりたい。ホスト。ホスト。なるほど、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。というわけで、じゃあシチュエーションを与えます。はい、格好からして表柄のキャバ嬢。キャバ嬢。キャバ嬢。キャバの店長、いわゆるマネージャー、はい、統括部門、はい、毎回遅刻してきます。何回言っても治りません、はい、それをいかに自分が遅刻するのが正しいかとかいう正当性でこっちをやり込めようとする、負けないようにするというような関係性でやってみましょうか。演技やったことがないので興味あったので一度応募させていただきまして、ちょっと経験というかしていきたいなっていうふうに思ってます。圧にやられそうなんですけど今日は頑張りたいと思います。全力で頑張ります。蟹市の方で、先輩駅健太さんの系列店がオープンしまして、そこでちょっと出会うことになりまして、そこでお話をいただきました。先輩頑張ります。よーい、はい、おはようございます。お疲れ様。おはよう。今日どうした？遅刻。今日もちょっと準備間に合わなくて、うん、今日送迎もずっと待っとったけども連絡もなくて、はい、お坊さんたちもちょっと困ってたんだけど、はい、今まで結構何回もあるんだけどどう思う？ダメなことですか？一応仕事でお客様をお待ちになっていただいて、うん、その状態で遅刻はね良くないと思う。もうお客さん入ってました？入ってます。いや私は別に自分のその大事にしてるお客さんとかが、うん、まあ、来た時に間に合えばいいかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、現時点でもう指名のお客さん待ってて、はい、今ヘルプで対応してる状態で。それはじゃあ私が後からお客さんに本人で謝るんで、うん、前も前回もちょっとクレームがあったんで、お客様から。何て言われました？出勤時間をこちらは決まってるので、お客様にお伝えした状態で、うん、まあ、遅刻されてるので、連絡もない状態で、まあ、連絡が取れないとお客様に対応できないんで、僕たちも。はい。まあ、お休みという形でお伝えをして、たら遅れてから出勤したんで、まあ、お客様はそれに対して怒られたっていう。じゃあちょっとそれに関しては、うん、まあ、私がお客さんに話しとくんで。仕事あんまりやりたくない？いや、そんなわけじゃない。別に、成績出さればいいかなって。思ってるんです。でも遅刻するとお客さんも逃してしまって成績も落ちると思うんだけど。でも私成績どうすか？まあまあかな。まあまあほー、うん。じゃあまあ、ちょっとこっからまだ結果出すんで。お、はい。いいね。見といてください、それは。遅刻だけ直したらね。じゃあ同伴してくればいいですか？あ、いいね。それが一番いいと思う。同伴ですか？うん。あ、OK です、OK です。同伴入りやったらいい。OK です。じゃあ任せてください。うん、ただ10時までに入ってね。10時、うん、早すぎやろ。オープン8時から。いやいや、無理無理無理。うん、無理無理。遅刻するにしても、同伴でするにしても、連絡だけはください。そのように店は動くんで、ちゃんとフォローするんで。まあ、気分で連絡しますわ。わ、うん、かりました、はい。お願いします。ちょっと、業務的業務ですいません、なんかどうしていいかわからない。面白かったですけど。うん、オッケー、じゃあ、はい、シチュエーション変えます、はい、いつも遅れてくる店長。あ、僕は逆うわ、なんで私がこうやって待たなきゃいけないのみたいな感じの、うん、もうガンガン攻めちゃっていいから。じゃあ今度逆に席変わって、うん、稲垣さんが入ってくるとこからやろうか。はい、はい、行きます。よーい、はい。お疲れ様です。すいません、遅れて申し訳ないです。ま、すいません、申し訳ないです。何時だと思ってるんですか？ごめんなさい、ちょっと昨日飲みすぎてちょっと寝坊しちゃってすいません。それで店長って止まるんですか？そうですね。店だって回ってないじゃないですか。多分女の子はみんな思ってるんですけど。そうですね。いや、そうですねじゃなくて。みんな言ってる。言われないですか？女の子。まあ、女の子に言われますね。やっぱ信用がないって。うん、ですよね。うん。うん、まあ、次遅刻したらもう給料じゃないで。あ、もうやめてください。じゃあ、明日遅刻したらやめてください。わかりました。大事な時におらんの、本当に迷惑なんですわ。申し訳ないです。他のボーイとかで務まるわけないじゃないですか、店長の。酒飲んで許されるとかじゃないんで、本当に。それ、私たちも変わんないんで、うん、一緒なんで、
じゃあどう思います？自分逆に女の子昨日めっちゃ飲んで遅刻してきましたの場合、それは注意しますね。でしょ、うん、それが自分なんですよ。そうですね。むずい。ネタにね、やっぱ1回目の方が面白かったね。面白かったですね。1回目も面白いじゃ面白いんだけど、なんかやっぱ違う。もし俺が乱入するんだったら、どういう系で乱入してほしいと思う？どうしますか？いやもう、だって50分ぐらい飲んだよ。だからそれ料金払うって言ってんじゃん。ありがたいんですけど、だって俺これ以上飲んだの。ダメ？いや、買うよ。やった。うん、遅刻したら俺だからね。そうだね。ごめんなさい。なんか、うん、お前は残るんだよ。そして俺の分も、牧野の分も、いけるって言え、俺ら。